新しい学校のリーダーズの魅力とは？ファッションから音楽まで魅力満載の彼らに迫る。こんにちは、皆さん。今回は大人気のグループ、新しい学校のリーダーズについてお話ししましょう。この記事では彼らの魅力について詳しくご紹介します。セーラー服の理由や国内でのブレイク、そして大人ブルーという曲についても触れます。さらに、新しい学校のリーダーズの新しいの意味についても考えてみましょう。まず、なぜ、新しい学校のリーダーズはセーラー服なのでしょうか？彼らは、学生服を身につけることで、新鮮で可愛らしいイメージを演出しています。このファッションは、彼らの個性を引き立て、グループの特徴となっています。また、国内でのブレイクについても注目です。彼らの音楽は若者たちの心を掴んで離さない魅力があります。そのキャッチーなメロディとパフォーマンスは多くの人々に愛され、再生回数も急上昇中です。そして、大人ブルーという曲についてもご紹介しましょう。この曲は大人になることへの不安や葛藤を歌ったもので、多くの人々の共感を呼びました。彼らの歌声は心に響き、聴く人々に勇気と希望を与えてくれます。最後に、なぜ彼らの名前に新しいがついているのでしょうか？それは彼らが新しい時代のリーダーであり、新たなカルチャーを創造しているからです。彼らの音楽やメッセージは新しい風を吹き込み、若者たちの心を揺さぶっています。いかがでしたか？新しい学校のリーダーズの魅力についてお伝えしましたが、彼らの音楽やファッションは多くの人々に支持されています。彼らの活動を応援し、一緒に未来を切り開いていきましょう。皆さんのコメントもお待ちしています。彼らの魅力やお気に入りの曲について、ぜひシェアしてください。あなたの声も大切な一部です。それでは、次回の記事もお楽しみに。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。